もしもし、そこは関係者以外は立ち入り禁止です。なんちゃって、びっくりした。言葉遣いでわかった。やっぱりだってわざとだもん。どうだったかしら、今日のステージはギルティーな感じだったでしょ。だってギルティーキスをもっと盛り上げたくて研究してたんだもの。どんな研究かって、それは歌とダンスはもちろん、仕草とか表情とか普段の行いとかね。キョトンとしちゃって、あなたってば結構天然ギルティーかも。研究のターゲットとしてロックオンしちゃおうかしら。それはそうと、今日のライブはとってもギルティーだったわよね。来てくれた人たち、もう他のライブでは満足できなかったりして。函館にセイントスノーとアゼリア、シャロンにギルティーキスが集うなんて、私たちも夢みたいだったもの。あなたもそう思うでしょ。それぞれの個性にあふれた歌とパフォーマンスで盛り上がるステージ、今思い出しても体が熱くなっちゃう。みんなと、私たちを応援してくれてるあなたや他の人たちとここに来られたなんて、一生の思い出になるわ。つい椅子に戻っちゃった。でも函館にまで応援に来るあなたに感謝してるのは本当なんだから。